MLB ブレーブス0、9ドジャース、日本時間17日ジョージア州トゥルイストパーク、ドジャースの大谷翔平、30、が敵地でのブレーブス戦に、1番、DH で出場し、この日は4打数無安打、1四球。2試合ぶりノーヒットも内野ゴロと野戦の2打点で勝利に貢献。打点は2004年に松井秀喜がマークした108打点に並び日本人歴代2位に。 全人未到、50の50の大記録達成に迫っている大谷は、現在、47本塁打、48盗塁で4試合連続ホームラン盗塁なしと足踏みが続いている。この日は山本義信、26、が中5日で先発し、4回72球を投げて、被安打4の無失点で白星なしも勝利に貢献。 ドジャースは9得点の対象で2連勝となり、ブレーブスとの4連戦は2勝2敗で終えた。明日からはマイアミに移動してマーリンズとの3連戦を迎える。大谷の第1打席はブレーブス先発左腕 M、フリードと対戦し、5月6日の第1打席に9号本塁打を放った相手。フルカウントから低めのチェンジアップを見送ったが、ストライク判定で見逃し三振。 0対0で迎えた3回の第2打席は、西三塁の場面で打席に立ち、初球のカーブが後ろにそれ三塁の M。ロハスが先制のホームイン。大谷はストレートの支球で出塁したが、投塁は決められず M。ベッツは見逃し三振。1点リードの5回はロハスのタイムリーで2の0。大谷は1シーチ。三塁のチャンスで第3打席を迎えると、 初球を引いていう頃も閉鎖崩れで大谷はセーフ。この間に三塁ランナーが生還し、大谷に打点がついて107打点に。再び盗塁チャンスとなり、続くベッツの打席で二刀を試みたがベッツがファール。カウント0、2からベッツは空振り三振で盗塁成功はこのイニングもお預け。7回の第4打席は一死満塁のチャンスで迎えると、セカンドボロも野戦でオールセーフ。 大谷に打点がつき108打点に、さらにベッツの2比、T、ヘルナンデスのタイムリー、F、フリーマンのスリーランなどでこの回一挙6得点を挙げた。そのまま大量リードで試合は進み、ドジャースが9対0で解消した。